全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートはインディ・ドランデオ。まずは先行争い、11番タワーオブロンドンすっと前に持ち出しました。14番ネプーザ譲りません。その後は9番ミレニアムマシリカ、16番フォーマンヘイマス好位につけています。各馬第1コーナーをカーブしていきます。4馬身相手12番セレスティアル、少し差が開いて3番スカーレットキング、続きまして5番インビ、外から10番マム、13番アーモンドアイ、この辺りが中段、内押さえて1番ホウホウスーパー、内側7番メグジャンボ、これからバックストレッチに向かいます。続きまして15番ターボヤル、外を押さえて6番ドランデオ、後ろに2番カインアルタ。1000m の通過タイムは1分0秒0。外から4番ヤクビウガミ、その外17番ジャガーテキサス、18番コメットヤル、8番ヒカルイワモト後方。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってレッグーザ、後ろに9番ミレニアムマシリカ、11番タワーオブドンドン好位をキープ、外から16番フォーマンエマス、18頭大欅の向こうを駆け抜けます。4馬身相手12番セレスティアル、1番人気タワーオブドンドン現在3番手、1馬身相手7番メグジャンボ。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、レッグーザまだ粘っている。400を切って先頭レッグーザ、その後フォーマンエマス、わずかに先頭はレッグーザ、ミレニアムマシリカ差を詰める。ここで先頭が変わった。 200m を通過した。ミレニアムマシリカ粘っている。スカーレットキング徐々に接近してくる。スカーレットキング並ばない、あっという間にかわした。スカーレットキング差し切って降臨、勝ったのはスカーレットキング。鞍上は福永雄一騎手。スカーレットキングブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ミレニアムマシリカ、3着は混戦の模様です。